皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。本日はインクラインで行うベンチプレスを、解説していきたいと思います。狙っていく部位なんですが、大胸筋の中でも上の方、大胸筋の印象を決める部位になります。強化を目指すような種目をあえて、取り入れないとなかなか発達しにくい部位なので、特にその体の見てくれを競うようなボディービルだったりフィジークだったり、そういったところだとかなり重要度としては高くなってくる部位です。それではやっていきましょう。それではフォーム解説していきます。シートの角度については、45度が基準になるんですが、そこから浅い深いはご自身で調整していただいて構いません。バーベルを握っていきます。握る、幅なんですが、オリンピックバーの場合、印がついてます。最初のうちは中指くらいをかけてもらうとやりやすいかなと思いますが、これも人それぞれ腕の長さがありますので、小指だったり薬指だったり人差し指だったりっていうところをご自身でフォーム作っていく中で調整していただければと思います。バーを持ち上げていくんですが、肩を下に下げるように、首を長く保つようにして胸を張って構えます。この状態から大胸筋のこれもいわゆる上部の方に下ろしてあげるという動作を繰り返します。はい、動作続けましょう。でポイントなんですが、下ろした時、ここはストレッチを感じます。で上げる時なんですが、肩が前というか上の方に上がらないように注意をしましょう。ちょっと上げたいという気持ちが強くなるとこういうフォームになるんですが、肩は下げた状態をキープです。はい、1ポイントです。下ろしてあげるときに腰を浮かせちゃうと、これも可動域自体が縮まってくるほか、腰を上げるとインクラインが緩くなっちゃってフラットベンチに近いような動作になります。上部を狙いたい場合はお尻をつけて、丁寧に動作を行うようにしてください。また、下ろす位置があまり首の方に下ろしてギロチンなような形になるのも危険です。下ろす位置はあくまで大胸筋の上部から中部の、あたり、ご自身で考えているよりも、さらに低い位置に下ろしてあげるくらいがちょうどいいです。はい、ベンチプレスだとバーを胸につけるというところを結構その重要視する方が多いです。このインクラインの場合も、胸につけれる場合つけていただいて構わないんですが、肩関節だったりの柔軟性が人それぞれなので、ここについては必ず胸につけてくださいというわけではありません。無理のない範囲で、ただそのきつくなったら浅くなるというようなことさえなければ、問題ありませんので、そこは調整して、深さは決めていただければと思います。以上が、インクラインで行うベンチプレスの、解説となります。ぜひ実践してみてください。ありがとうございます。